広大なるレジェンドラ大陸、命の輝きを知らぬその大地、アステアをはじめとする6人の女神が息吹を与えた。その恵みにより空は光に輝き、海はきらめきに満ち、大地は緑に埋め尽くされ、しかしこの繁栄に一筋の影を差すものがあった。邪神マドルクである。マドルクは妖魔と竜神とを従い、レジェンドラを塵に返すべく地を裂き海を枯れさせた。無慈悲な邪神の行いの前に人々が成し得たのはただ祈るだけであった。そして祈りの声は奇跡へと変わった。清流ハースガルドが邪神の行く手を阻んだのである。清流と邪神との戦いは果てるともなく、千日の時が過ぎ、アスガルド最後の戦いを挑んだ。邪神を己のうちに封じ、ひとときの眠りにつかせるため、いつか生まれく八人の英雄に全てを託した。様、ファンダリアテもう耳になされましたか？ああ、聞いている。それにしてもまさか幽閉されていたはずのゴルダークが兄であるギゼルダークを殺し、自らが王位につくとはな。まさにクレール。ウェイン様、噂？はい、ゴルダークが戦争を始めるかもしれないという噂が街中に流れているようです。あの親父、ロー、冗談を言っている場合ではないぞ。もっと真面目にできん。お前さんな、もう感想どうし、ファンダリアテ戦争、我が、なんだと。あの親父、意外と何座の生まれだ？ロー。いや、ウェイン様、怒ったようで。うん、侵略を黙って。確かに、あ、降伏せぬ者はやはり全面、おそらく。ならば、そ、明日にでも出陣する。みんなは明日に備えて体を休めていてくれ。ウェイン、ウェイン。誰だ？私の名は明日。まさか、かつて邪神、このレジェンドラ大陸をお救い、ウェイ、あなたの父上、今偶然に引き起こす全て。まさか、もうすすでに私にはウェイなか、そうです、セール、セール、そう、僕が八戦士の一人な、なんだこれは。その紋章こそ、そして互いのたとえ、ウェイ、生き、全ての破滅へと導か、な
ですあれは私メガコノスみんなよし出陣だ。あんたたちのそ…また…こりもせっ…ご苦労なこったね。この盗賊ヒルダ、薄汚い悪党なんかに屈しやしないよ。